はい、皆さん、こんにちは。覆面 YouTuber、タカです。さあ、気になる男、第42話ですね。第42話になりました。久保さん、今回もよろしくお願いします。ということで、今回10個のキーワードに沿って進めていきますと押したんですけど、まあ、ちょっと10個って多いよな と思って、もう今回第42話は前半、中半、中高と3つに分けました。まあ、今前半取ってるんで、今から前半取っていくんで、まあ中編、後編はどんな感じ進めるのかは全然決まってなくて、とりあえずスライドは作ったんで、まあとりあえず話して、そこからどう決めていこうかなと思うんで、まあじゃあこの10個のキーワードってまずどれになるんだろうっていうところからがここですね。まあ、1番の初速、2番の回復、3番の世界っていうところのキーワードを一つずつ、まあ、切り取ってというか、まあ、フィーチャーしてちょっとお話ししようかなと思います。これは前回の41話かな、その41話の前半の動画に当たるところになるのかなと思っておりますけどもね。はい、ではよろしくお願いします。さあ、まずは初速が最大速ですね。これはもう久保さんが一発目に言ってたし、よく言ってるキーワード、もう何度となく言ってるキーワードなんじゃないかなと思うんですけど、まあその素人のままじゃ稼げないよって言ってましたよね。まあその久保さんが40歳になってインターネットビジネスを始めた時に、素人じゃ稼げねえと。だから頑張ったんだみたいなね、話がから始まったと思うんですけど、まあ自分もこれは前回の話でもしたかもしれないですけど、大学時代にやっぱり人と向き合って仕事を、まあ、人と関わる仕事は無理だなと思っていて、大学時代の頃に、まあ、そもそも社会に出て人と向き合わない仕事とかあるのかっていうところを探していった時に、これないなと。ないなと、もう大学1年の時にもう悟って、あ、じゃあこれはちょっとパソコンっていうものがあると。で、パソコンはどうやら人と向き合わない、極力向き合わなくて、よくいいだろうっていう勝手な想像のもと、まあ自分もパソコンを一生懸命やるようになったっていうね、ところがあるんです。これ大学1年生だから19歳ですね。19歳の頃にパソコン教室に入って、なんか一生懸命勉強したんですよね。まあ、Excel とか Word とか。まあ、だから本当にパソコンを一生懸命やるようになったっていうのは、誰しもこれ、通る道なんじゃないかなとは思うんですね。本当に。もう本当にこのパソコンを使う、まあ、みんな使えるとは思うんですけどね。だから自分は特にそこが、やっぱり人と、ああ、うまくできないかなっていうところがあって、やっぱりこの世界に、この世界というかパソコンを使うような職業に入ったなと思っていて。で、久保さんのお話ではね、この40歳になってですから、ね、40歳になった時にこの麻雀店店舗15時間、実動が店舗作業が15時間やってましたと。で、残り7、8時間で新しいことに取り組み、まあパソコンのインターネットビジネスへ参画したっていうところだと思うんですけど、まあほとんど寝てないですよね、これ見る限り。計算が合わないですもんね、計算が 計算が合わない。まあ、だからこれくらいの情熱を持ってやらないと、なかなか難しいんじゃないのっていうところの、まあいい事例っていう言い方はないですけど、まあそれぐらいやらないと難しいよっていうところを、まあさらっと言っていただいたんじゃないかなとは思っていて。で、まあそのやり方ですよね。この1台のパソコンでインプットして、もう1台のパソコンでアウトプットしたんだ、して、その繰り返しなんだよっていうことを言っていただいたんですけど、まあここですよね。こっちのパソコンで、インプットすると。で、そのままここでアウトプットすると。で、これこうぐる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 回すみたいな。こっちは参考用とか動画見る用で、こっちが動画を作る用ですよね。っていうことをやったのかなと思ってて、自分もこれは、久保さんが違う動画で言ってたのかな、ずっと前に言ってたところを真似して、これ一回やってみたんですよ。じゃうまくいかなくてですね、そのこのインプットがうまくいかなくて、入らないっていう、すぐにサッと出したいんだけど、スッといかないっていう ところがあって、ほとんど人と喋んなかったっていうところがあって、こううまくこう、こういかないんですよね、スッとこう。
そもそも人に伝えるなんてことはしてなかったので、なんか会社の仕事でも、基本的に会社の仕事も設計書ベースだったので、喋る、なるべく人と喋らないように、人に話しかけ、文章で表現するっていうところがこの IT エンジニアの世界なので、設計書でできる限り、誰もが分かるようなもので、見せるっていうところの断りがあったので、エンジニアの世界っていうのは。なんで、なかなかこう喋るたまないんですよね、ほとんど。まあ、自分がそういうふうにしてたっていうところもあるし、そういうところがまあ評価されてたっていうところもあったので、だからこういう世界が初めてなんですよね。人の話を聞いて出すみたいな。そうではなくて、自分で資料を読み込んで、それを資料に落とすことはできたんですけど、このなんだ、実社会でよく行われる人と人の触れ合いですよね。これできなくて、これできんなーっていうところがあって、まあ、普通の人はこれできるんでしょうけど、自分は残念ながらすぐにできなかったっていうところがあって、ああ、これを やんなきゃいけないんだろうなと、覚えながらね、これやって、ちょっと思ってたんですけどね。まあ、いわゆるこの、情報の、まあ、発信、まあ、情報の横流しっていうところですよね。まあ、情報を仕入れて情報を出す、この繰り返しが、これが私のインターネットビジネスの第一歩だよっていうことは、まあ言っていただいたんですけど、まさにこれですよね。まあよく転売とかもなんかあると思うんですけど、まあ本当にこの情報を入れて情報を出す。ただ単純なことなような気がするんですけど、まあ自分にとっては非常にこれがハードルが高かったところではあったんですよね。まあ人の話を聞いてそれをすぐ実行するっていうことがほとんどなかったですからね。ほとんどメールベース、資料ベースだったので、人から言われてもよくわかんないなっていうところだったので、この世界はまた独特だなとは思っていて、普通の仕事は多分そうなんですけどね、パンパンってこう、なんだ、上司からパーンって指示が飛んでパーンってやると思うんですけど、まあちょっとエンジニアの世界ではそういうのはないというか、まああるはあるんですけど、どちらかというときっちり仕事をするっていうところが多かったので、なかなか馴染めなかったっていうか、ちょっとそういうところがあったところで、まあそれは勝手な自分のね、話なんですけど、まあ、この速稼塾思考の17話でお話ししていただいたところでですね、まあ、ちょっとそのコンサルを仕入れだっていう話していただいたんですけど、そのやっぱり情報を仕入れて、入れて出す、情報を入れて出すっていうところっていうのも、そのコンサルのこの話にもつながっていくのかなと思って、ちょっとまあ思い出したところがあって、これ出したんですけど、本当にその仕入れ、いかにしっかりとした情報を入れて、まあ情報を出すか、まあ実現するか、実行するかっていうところになるのかなと思うんですけど、まあ当時相当な作業量だったけれども、でもその始めたその日が、モチベーションが一番高い状態だったんで、まあ消息が最大速であれっていう形で頑張ったよっていうところを久保さんが言ってたんですけど、いや、まさに今本当にそうかなと思っていて、この相当な作業量だったけれどもっていうところにすごい深みを感じるんですけども、やっぱ初めてパソコンを触って、そして新しい情報を触れて出していくっていうところ、やっぱそういうのって結構その新鮮だとは思うんですよ。自分もやっぱり新しい情報に触れるっていうのはいつも新鮮な気がしていて、だからやっぱそう頑張ろうという思ったりもするので、本当にこの、ちょっとね、形は本来久保さんが言ってた話とは少しずれるかもしれないんですけど、まあ、自分もその常に新しい情報に触れて、なんか新しい情報を出していくっていうのはすごく、この情報発信の世界、まあインターネットビジネスの世界っていうのはすごく、まあ飽きが来ないというか、毎回毎回同じようなことをしてるようで、毎回、違う。同じような作業なんだけど違うっていうところがすごく魅力的なんじゃないかなと思ったりもするんですけどね。はい。そして2番、回復ですね。回復。まあ寝れば回復するよというね、ごく当たり前のことなんですけど、まあここから、すごく深いことをお話ししていただいたんですけど、まあ、中途半端にやり残し、後回しにした日っていうのはやっぱり、あまり気持ちが良くない、気分が良くない、いいところがあると。逆に一生懸命こうめちゃくちゃ頑張った日っていうのはすごく、やりがいがあるかどうかはともかく置いといて、とりあえずやったと。まあやりきって明日やらなくていいっていう気持ち良さですよね。まあだからこれで爽やかに起きるのはどっちですかっていう、この、どっち選ぶみたいなね。まあそういう選択をこうされたときに、まあ結局その翌日には回復してると。翌日には回復してるんだから、
まあ、そろそろその本気出す頃合いですって、今こういうところでちょっと出してみたんだけど、まあ、そろそろ本気出してもいいんじゃないのっていうところなんですよね。結局、なんだろう。頑張っても、まあ、頑張らなくても翌日は来るんだから、そして回復するんなら、まあ、ちょっと気持ちね、結構多分、明日にしようっつって、気持ち的には残ると思うんですよね。だから、なんか、起きるときちょっとなんか、あんまり気分良くないと思うんですけど、でもしっかりやるとやっぱり気持ちがいいんで、まあしっかりやるっていうのはすごくいいことなんじゃないかなとは思ってるんですよね。まあ回復してるしっていう。まあ回復してるんで頑張れよって言われたら頑張るのかもしれないし、なんかそこっていうのはちょっと気持ちの持ちようなのかなと思ったりもしますし、まあこのお金の問題があると、まあ現在も不安定、将来も不安定、まあ今までも不安定、もうずっと不安がずっと、まあ、続くと思うんで、これはお金の問題だけじゃなくて、まあ問題、今の何かの問題に対して、まあ後回しにせずに、まあ限界までやろうと。まあその限界までやるかどうか、さておきともかく、その今できる問題に対してはアプローチしていくっていうのが重要なのかなと。解決しないにしろですね。解決しないにしろ、後回しにせずにこう立ち向かっていくっていう姿勢が大事なのかなとは思っていて、これ38割出てきたところですよね。生まれながらにして貧しいのは自分のせいではないんだけども、死ぬ時に貧しいのは自分のせいだというね。本当に、結局自分のせいなんですね。まあ自分の人生だから自分の人生をどうにかするしかなくて、まあ、生まれながらの時はしょうがないんですけどね。だからこれは本当にお金の話で言うと、まあ、時間が解決してくれるは大バカ者、時間は何も解決してくれないっていうのは前回の話だとは思うんですけど、本当にこの、そもそもあなたの人生は先延ばししまくった結果、今日に至ってるっていうね、まあ、この事実はどうしても見逃せないんですよね。否が応でも。特にこの動画を見てる方に関してはもしかしたら心がちょっと痛むような言葉かもしれないんですけど、やっぱりそう先延ばししたからこそ今の自分が作られているっていうところで、まあだからこの、これですよね。まあ、やらないよりはやった方が絶対いいよねっていうね。まあ自分はこの、まあ、20年前の大学生の子の話をね、まあ自分当時大学生だったから大学生の子って言い方がおかしいんですけど、まあその当時の大学時代を振り返ってみて、こういつもこういうセリフを言ってた、あ、このことがね、すごく印象に残ってるし、まあそれをずっと実践してきた。まあ実践っていうか、まあことあるごとにこう悩んだ時にはこの言葉をすごく気に留めたりもしたりしたかなと思っていて、本当にここっていうのがすごく自分はね、後悔先に立たずじゃないですけど、まあ、ちょっとやってみればって軽くね、言われると、まあそうだなみたいになったりもするのでね、なんかこれは少し自分にとって勇気のある言葉だったなっていうのは、まあ、前回もこれ同じ、スライド使ったんですけどね、すごくこれはいつもことあるごとに記憶が思い出されるなっていうところではあるんですけどね。はい、というところで、この3番目の世界ですね。世界、まあ、世界の話をしましょうかということで、世界基準ですね。世界基準。もうちょっと話が大きくなってるんですけど、まあ、この今の時代、YouTuber が世界のスタンダードだよっていうのを久保さんが言っていて、まあ、どういうことかと、まあ、言いますと、ここですよね。まあ、この、これも2019年のお話だったんですね。もうすごく古いお話で、この、まあ、いじめがあって、まあ、この女の14歳か、14歳の少女が、まあ、中学1年生で、中学1年生の少女が自殺しちゃったっていう話題なんですけどね。まあ、この文春がリークしたっていうところなんですけど、まあ、これその、旭川かな、旭川事件って言うんでしたっけ？ここかな、旭川いじめ隠蔽事件って言われてるんですけど、まあ、これちょっとさっき調べたんですけど、まあ、いろいろ隠し倒してるっていうところなんですけどね。まあ、教育庁だったり、まあ、すべての方がこう、なんか隠蔽してる。まあ、要はいじめはなかったって言ってたんで、まずはこの文春がリークして、この文春がリークしたところからすべてがいろいろこう始まったっていうところで、このいろんな方がね、もう YouTube を使ってこう突撃してるっていうね、ところ。だから YouTube が今度はより調べていってるっていうところなんですね。文春がリークして。で、まあ、こういう動画だったら、あとこの方ですよね。まあ、旭川いじめ、投資事件、学校教育委員会の隠蔽、
事件調査求め100万人署名活動も妨害っつって、まあ、この人も YouTube の活動、まあ、要はその旭川事件で YouTuber、 旭川事件 YouTuber 活動家っていうのがかなり何人も出たみたくって、ちょっとこの動画も少し見てたら、まあ、この闇に関して、まあ、もっと情報を調べようっていうことでね。で、もう僕も10年以上も、この教育委員会と差しでやりやしてるんで、この人すごいなと思って。で、加害者が捕まるとみんな立て続けに捕まっちゃうから、まあ、隠蔽委員会です、あいつらってね。要はその、いじめしてる人が捕まっちゃったら、誰の責任ですかって言ったら、結局、教育委員会で、教育委員会のさらに上に行くと、結局このなんだ、このお偉い人につながって、あら、この人じゃない。この偉い人に、教育長だったり、市長につながっていくので、結局、ここがその、いじめを認めちゃうと自分の身が危ないっていうところがあるんで、もう隠蔽のこう、ね、隠蔽の戦いっていうんで、もうこの人もむちゃむちゃ怒ってましたよね。こんな隠蔽あっちゃならんってすごい怒ってたんですけど、まあこういう活動家がいっぱい、まあこういうことを知ってる人がいるから、こうやって活動家がいっぱいこう、まあ、増えて、まあ、行ったりしたのかなと思うんですけど、まあ、この人たち以外にいっぱい、なんか、10人ぐらいいたんですけどね、調べたら。で、結局この人はその、まあ、おじろおじとかね、その、要は YouTuber、他の YouTuber さんと組んで、もっともっとちょっと拡散したいんだ、つって、こういろんな方とこうコラボして話をしてるっていうね、まあ、これサムネすごい上手いなと思って、さすがだと思ったんですけどね。本当にこうやってこう、まあ、いろんな人と、だからこうやってこの YouTuber の方が、まあ、この人はもともと何してたか、この人は確かその教育とかをもともと教えてる人だったんですけど、この旭川事件を知ってなんかいろいろより調べたくなったっていう感じでね、まあ、いろいろ動いてるんですけど、本当にこの YouTube、まあ、その圧倒的捜査能力を持っているのがまあ YouTuber だとは思うんですね。まあ、今までもそういうのっていろんないじめとかその悪いなんか変、おかしな事件っていうのはいろんな、ね、やっぱり SNS の人たちがみんな動いてたと思うんですけど、それはもう2チャンネルの時代からも一緒かなと思っていて、やっぱこういうのができるのが YouTuber というか、まあ、なんか楽しいとこ、楽しくはないですけど、楽しいかどうか置いといて、そのやっぱり自分の興味のあること、なんかおかしいなって思ったことに対してこう切り込んでいくっていうのは YouTuber ならではなのかなと思っていて、だからこそその今持っている、まあお金の問題、まあ要は生活費を稼ぐために、その毎日会社員として長時間拘束されている時間ってすごくあると思うんですよ、すごく。とてもあると思うんですけど、そのお金の問題に対して早く解決しておいて、そしてその自分の興味関心に対してたっぷり時間を使ったりもする、たっぷり時間を使っていくっていうことが、すごく、これが理想的な生き方なんじゃないかなと自分は思ったんですね。特に自分の場合やっぱり子育てに関して、仕事ちょっと会社とか行っとる場合じゃないと、行っとる場合じゃないと、いうことがすごく気になってて、もういつで早く帰りたい、早く帰りたいって、なんか仕事、まあ、昔はね仕事ばっかりしてたんですけど、もう子供が生まれて少し変わったっていうところ、やっぱり自分の興味関心に使える時間を増やすためにやっぱりお金稼いでいくしかないのかなと思っていて、そしてそれをね、YouTube を使ってやっぱ自己表現できる時代になっていったので、一人一、昔はテレビしかなかった時代が一人一マスメディアを自分で持てる時代なので、本当すごい時代になったなと思いますんでね、ここっていうのをうまく使いこなすことによって、自分の人生っていうのを少しいろいろ変えていけるんじゃないかなとは思ったりするし、こういう、まあ、趣味じゃないですけど、本当に自分の本当にこれがやりたいと思ったことに対して没頭できるっていうの、いうことも、その、やっぱり、どうしてもこの会社員としてはね、会社員になったらきついんで、できる限りこのお金の問題を解決して、長時間拘束っていうのを少しでもこう減らしていって、まあ、ね、お金稼げれば正社員じゃなくても、派遣でもバイトでもどん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 減らせていけるんじゃないかなと思いますんでね。そうやって自分の興味関心があるものがあるならば、そっちに時間を使っていくっていうためにお金を稼ぐ、そしてそれを YouTube で表現していくっていうことができると、非常に人生が息あるものになるんじゃないかなと思ったりもいたします。はい、ということで、今回、第42話、前半ですね、前半、初速、回復、世界っていうお話をさせていただきました。続いて中編は、やはり、中編はその後編、この後話し続けていこうかと思います。やっぱり分けてよかったですね。分けてよかった。やっぱりこれ前半だけで結構時間使っちゃったんで。はい。ということで、じゃあ、この後後編、あ、中編か。まずは中編の方に、続いていきます。はい。ということで、まず気になる男のシーズン第42話前半、ここで終わりたいと思います。ありがとうございました。覆面 YouTuber、タカでした。